京都競馬サンレース牝馬限定の3歳未勝利芝内回り 2000m15 頭が出走して行われます。京都競馬場今日最初の芝での競争です。芝は今週から B コースが使われます。最内から直線部分は 4m カーブでは 3m 外に内柵が出てきています。芝コースのコンディションは良、先週の日曜日は非常に強い雨が降る中で行われてきましたが、週の半ばはお天気続き、今日芝コース両馬場で迎えています。枠入り最後は15番のウィン・フランシーズ入ってスタンド前15頭ゲートイン完了です。スタートしました。4番リリーバローズ、3番湘南春風コースタート、好スタートのまま4番リリーバローズ先頭か、並んで8番チアーズ、こちらが前に出そう。15番ウィン・フランシーズも上がっていきました。5番クイーンの女王、10番セレスティアリティ、11番ポンテニオが続いて、最内3番湘南春風控えて、直後には7番のベルミセルです。後位グループ1段で15頭1コーナーをカーブします。先手は8番のチアーズ、リード1馬身半で 1,2 コーナー中間です。2番手15番ウィン・フランシーズ、3番手4番リリーバローズ、前3頭から4番手は3馬身が来ました。5番クイーンの城2コーナー、5番手インコースが3番湘南春風、外並んで10番セレスティアリティ、間7番のベルミセルで向こう上面に入ります。その後中段に外11番ポンテニオ、内1番ベロス、この2頭の間9番トゥルーサンライズ、中段よりも後ろは13番コスモフランメ、6番ツーウィング、12番名将ノブカー、この大きな中段の集団の後ろです。先頭までは10馬身ぐらい、 1000m の標識は1分1秒から2秒の間で先頭を通過しました。後ろから2頭目が2番のチャンスドゥアスク、最後方5馬身ほど空いて14番エムズシップです。内回りの3コーナーのカーブへと入ります。8番チェアーズ先頭800を切りました。リード4分の3馬身、15番ウィン・フランシーズが2番手、2番手と3番手は2馬身差、4番リリーバローズ、5番クイーンの城、赤い帽子2頭3、4番手、5番手は10番のセレスティアリティです。先頭までは4馬身の圏内、並んで内7番のベルミセル、最内は3番湘南春風、押して押して11番のポンテニオ、その後は11番ベロス、名将ノブカは依然中段後ろ、大外へ持ち出して追い上げを開始。4コーナーカーブから直線に向きます。8番チェアーズが先頭、リードは2馬身、2番手から追って5番クイーンの城並んできて、こちらが先頭に変わるか、3番手は10番セレスティアリティ、1番外12番名将ノブカが追い込んできて200を切りました。先頭5番のクイーンの城に変わって、これを追って12番名将ノブカが並んで捉えそう。3番手はセレスティアリティとチェアーズの接戦、先頭12番名将ノブカ、ゴリ捉え切りました。12番名将ノブカ差し切り勝ち。5番クイーンの城2着で、8番のチアーズ最後3番で粘ったように見えました。追い上げた10番セレスティアリティ、7番ベルミセル、その後です。12番の名将ノブカ、武豊騎手、道中は中段の後ろ後方から3、4番手の位置、4コーナーでもまだ後方、そこから大外へ持ち出して末脚切れました。シルバーステート3区の名将ノブカ、デビュー2戦目で差し切り勝ちです。5番クイーンの城休み明け、こちらもデビュー2戦目、一旦先頭のシーンを作っての2着、先行8番のチアーズが粘っての3着です。勝ちタイム2分0秒3、上がりはゴールまでの 800m 46秒1、 600m は34秒2でした。12番名将ノブカ、武豊騎手の騎乗でデビュー2戦目初勝利です。5番クイーンの城2着、2着と3着の間は2、3馬身、もう少し間が空いたでしょうか、少し水が空いて8番のチアーズ逃げ粘っての3着、追い上げた10番セレスティアリティ4着、5着7番のベルミセルです。京都サンレース到達順は1着12番名将ノブカ、2着5番クイーンの城、3着8番チアーズ、4着10番セレスティアリティ、5着7番ベルミセルです。確定までお待ちください。12番の名将ノブカが勝ちました。キャリア2戦目シルバーステート3区、鞍上は武豊騎手です。2着に5番のクイーンの城、北三ブラック3区、3着が8番のチアーズ、12番5番8番、では最終オッズです。2番人気、3番人気、4番人気の順です。単勝12番 2.9 倍、枠連37 13.2 倍、馬連5番12番 12.4 倍、馬単12番5番 20.3 倍、3連複5
5番、8番、12番、47.6 倍、3連単、12番、5番、8番、147.1 倍です。確定までお待ちください。